車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。4月16日日曜日、いかがお過ごしでしょうか。先週1週間ね、もう円高が加速しましたね。まあ、どこぞのバカでかい船がね、本当はオーストラリアに向かわなきゃいけないのにもかかわらず、まあ、北朝鮮に向かっちゃったりね、あと爆弾投下されたりね、まあ、いろんなリスク高まって、まあ、なんかあった時は円高だと、なんかあったら円を買いましょうという、まあ、円っていうのはすごく安全な通貨だとされてますので、まあ、やばい状態になるとね、円がすごく買われるわけですよ。まあ、あれよあれよとね、もう先週末からまあ終わりで2円ぐらい下げて108円台にも入っちゃいましたよね。まあ、これ、ね、円高が進むと何がやばいかというとですね、自動車株がやばい。自動車やっぱ輸出してますんでね、輸出業にとっては円高は辛くなりますね。というわけでね、ちょっといろいろ苦しい状況の自動車業界ではありますけども、来週はね、明るいニュースが出るといいなと思っています。それではね、この1週間の自動車のニュースを見ていきましょう。先週のラジオでね、テスラがフォードの時価総額を抜いて GM に迫る勢いだとお伝えしたんですけども、なんと1週間経ってね、早速4月11日の火曜日に時価総額でなんと GM をね、テスラが抜いてしまいましたと。それでもってテスラがアメリカの自動車メーカーね、1位に躍り出ちゃいましたということで、動きが早いですね。まあ、一応お伝えしておきますと、株価のね、評価的に1位になっただけでね、販売台数とか全然違うんですね。まあ、テスラはもうね、期待感とか、まあ、これから電気自動車がね、出てくるだろうというのと、モデル3の期待感とかね、廉価版出てくるので、まあ、株価がかなり先行してね、急騰してしまってる感じはありますね。まあ、そういった意味で、まあ、株価っていうのは、その非常に景気を測るね、まあ、先行指標なところがひどくあるんですけども、実際このテスラと GM を見てみますとですね、結構差あるんですよ。で、テスラはね、去年ですね、去年の販売台数、テスラ、8万4000台。で、売上高が約ね、7770億円というところですけども、GM ね、GM はね、販売台数、テスラさっき8万4000台でしたね、GM 販売台数、1000万台。ね、1000万台と8万4000台全然違いますよね。売上高テスラは7770億円でしたと。で、 GM の売上高18兆4200億円ということで、規模的にはもう全然違う会社、まあ、テスラと GM の規模はもうね、子供と大人ぐらい違うんじゃないかな。なので、まあ、こんなに売上が違ってても、まあ、テスラの株価が上がっちゃうというのはね、いや過熱感高すぎですよね。なので、まあ、かねてからお伝えしておりますが、モデル3のね、販売遅延なんてね、ニュースがちらっと出てきたらね、これ一気にね、テスラはね、失望感で売られますね。なので、私もね、タイミングを見てね、テスラの株は買いたいなと思ったんですけども、もうね、ちょっとかなりもう過熱感で上がっちゃったので、ここはね、買いじゃなくて売りから入った方が、売り仕掛けしてった方がね、意外と面白いんじゃないかなと思っておりますので、売り仕掛け、テスラしていこうと思っております。次のニュースですけども、ようやくですね、4月10日トヨタ自動車がですね、アメリカのケンタッキー工場の刷新に向けて 13.3 億ドル投資を発表しましたね。で、これに対してね、今まででしかと無視されてたトランプ大統領からね、好感触の反応がありましたね。このケンタッキー工場への13億ドルを投資するっていう、まあ、トヨタの決定は、まあ、非常にね、現政権に同情するものだというような内容のね、まあ、ほんと好感触のね、コメントというか返してきまして、まあ、スルーされなくてね、本当良かったですね。これからね、トヨタが投資するこのケンタッキー工場なんですけども、TNGA ね。TNGA、これからよく出てくるキーワードなので、ぜひね、これを機会にね、知っていただけたらなと思うんですけども、TNGA っていうのは、トヨタニューグローバルアーキテクチャの頭文字を取ったものですね。TNGA。まあ、プラットフォームの名前かと思いきや、まあ、プラットフォームだけじゃなくて、車作りですとかね、仕事の進め方なんていう、トヨタのね、トヨタイズムなのかな、まあ、そういったものの方針を示しているものですよ、というところで、まあ、使い方としてはね、TNGA プラットフォームなんて言い方がね、されますね。で、この TNGA をベースとした初のね、北米生産車、新型カムリなわけですよ。で、これを生産するために、まあ、工場刷新しますよっていうので、アメリカにトヨタは 13.3 億ドル投資しますよ、ということになっていますと。まあ、この日本だとね、カムリっていう車の印象がちょっとイマイチですよね。田中邦衛さんがね、CM 出てた頃のね、カムリのイメージしちゃうかもしれないんですけども、もうカムリはね、世界戦略カーなんですよ。もうグローバルで戦える車なんですよ。で、そのカムリに対する今までのね、日本のイメージはね、どっかで払拭しないとね、まずいですね。
あのカムリは本当トヨタので、まあ、特に北米の屋台骨を支えるモデルなので、ぜひねカムリって聞くとなんかこうちょっとしょぼくれたセダンかななんて思わずに、もうワールドワイドで世界戦略の車なんだっていう位置づけに、まあ、僕もねやっぱ抵抗はありますけども、カムリってそういう車なので、あの世界戦略カーだというところで意識変えていきたいと思います。続きまして日産ですね。フェアレディ Z ね、現行の Z34 で、Z34 でね、こう生産終了だとか一時言われてたんですけども、どうもね今年の東京モーターショー2017でフルモデルチェンジ発表される計画があるようですね。まあ、その Z34 がね、何せ2008年でフルモデルチェンジされてますので、まあ、9年も経ってるんですよね。でなので、まあ、時期型の Z35 が出てくる匂いがね、まあ、急に強くなってきましたと。まだパワートレインとかね、まあ、詳細スペック未定なんですけども、やっぱりその昨今のダウンサイジングの波には乗るんでしょうね。まあ、V6 とかそのぐらいに下げてくるんでしょうかね。でまあハイブリッド化ももちろんすると思うんですけども、まあ、馬力はやっぱ攻めるんでしょう。あの最低でも300馬力オーバーで、まあ、上位モデルが400馬力ぐらいは鉄板で狙ってくるんじゃないかなと思いますので、フェアラディ Z ファンは、ぜひね期待したいなと思いますね。あとはニューヨークモーターショーですね。4月12日から23日の期間で、今ね、絶賛あのニューヨークモーターショーやってる最中ですね。この中で、レクサスがね、LS500 で F スポーツ、ワールドプレミアされましたと。今更なんですけどもね、ワールドプレミアっていう言葉よく出てきますね、車の中では、世界ではね。これよく使ってますが、改めてね、意味をお伝えしますと、世界初公開とかね、世界初披露って意味なので、ワールドプレミア、LS500 F スポーツが初公開されましたとよっていうニュースになります。スピンドルグリルがね、専用パーツなんですね。なんか、若干こう縦基調も入ってる感じなので、メッシュがちょっと強めに入ってるのかな。で、専用の、これまあすごいのがさ、20インチのベンチュレティッドディスクブレーキとかね、20インチのランフラットタイヤ、あとホイールね、採用ということで、やっぱりね、あの、私が思うに、いい車の条件っていうのは、やっぱいいブレーキですよね。あの、メーターなんかもね、この LS500F スポーツは、LFA 的なね、かなりスポーティーな感じなメーターついてるんですけども、やっぱりその車のいい車っていうのはね、やっぱブレーキがいいね、まあ、ちょっと危険なのでね、あんまりおすすめできないとか絶対やってほしくないんですけども、ややスピードを出した状況でね、まあ、ブレーキを強めにかけると、まあ、制動力の違いがね結構わかるんですよね。あのすっごい危険なんで絶対やっちゃダメですよ。であのすごい広い公園で、札幌だとね、燃える沼公園のね、パーキングとかね、ちょっとローカルな状態でしたけども、360度、見渡す限り障害物が全くなくて人もいないと、車もいないと、障害物もないと、そういう状況の中で自分の車だけっていう状況で、手放しでね、ある程度ブレーキ、あの、速度出してブレーキ踏んでみてくださいと。手放しでまっすぐ止まる車、これはね、まあ、当たり前に思うかもしれませんが、結構微妙ですね。あの、微妙にずれます。あの、手放しでまっすぐ止まんないですね。あの、ハンドルが暴れることもあるのでね、特に太いタイヤ履いてて、私拾っちゃうとね、結構ね、ハンドルブレるんですよね。私もそのフロントが245の35、リア275とか履いてた車の時に乗ってた時には、結構ね、路面の私拾うんですよね。あの、恐ろしいぐらい拾うんですよね。あの、頭角がずれてるとかそういうレベルじゃなくて、あの、タイヤの太さがね、私拾うので、あの、そういったこともあるんですけども、少なくともね、まったような道で、もう結構スピード出して、手放してブレーキかけて、まあ、ビタッと止まったらね、それやっぱいい車ですよ。あの、やっぱスピード出せるだけじゃなくて、スピード出せるってことは、要するにそのスピードを制御できるってことが大事なわけで、まあ、いいですね、ブレーキ入れてる、この LS500 の F スポーツなんていうのはね、ちょっとね、あの、すごくね、あの、いい車だなって、やっぱ改めて思いました。で、最後になりますけどもね、スバルですね。こちらもニューヨークモーターショーからのニュースですけども、2018年にね、北米市場へ導入予定の3列市場の SUV ね、あの、結構でかい SUV ね、このニュースでもお伝えしましたけども、名前まで決まったそうですね。アセントっていうらしいですね。で、このね、アセントのコンセプトカーをスバルが公開しておりますと。で、全長5メートル超えの SUV で、まあ、どことの車にね、似た感じはやっぱありますね。あの、現行の LX、レクサスの LX でグリル周りに結構似てるかなって感じがしましたけども、発売までね、まあ1年ありますので、まあ徐々にね、量産車っぽい情報も出てくるのかなと思います。日本国内には5メートル超えなのでね、メーカーからの正式展開はなさそうですけども、平行輸入でね、あの、国内に持ち込む方もね、いらっしゃると思いますので、まあ、日本で走ったらね、結構目立つんじゃないかなと思います。ということで、この1週間の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、
はい、ここからは春なので買い物に出かけようというお話をしたいと思います。あのね、これね、あのいい話ですよ。自分で言うのもなんですけども、かなりね魂込めてお話ししていきたいと思います。4月もね、まあ折り返しまして、あと半月でねゴールデンウィークに入りますよね。あの買い物にね出かける機会も多くなってくると思うんですけども、まあ、とかくね、あの散財しがちな季節になりますよね。あのかねてから私はあのお金の話とし、ま、あのお金の話をね、たまにしますけどもね、あの無駄なものにねお金を使うなんてことは全く考えていませんと。価値のあるものにどんどんお金を変えていきましょうと、資産運用していきましょうというのが私のスタンスなので、ここで言うね買い物に出かけようっていうのはお金を使いましょうっていう意味ではないんですね。ここ重要ですよ。まあ、そう、ウィンドショッピングに行くことがすごく大事ですね。あの一般的にですね、まあ、女性は買い物が長いね、あの、まあ、長いっていうのはさておきまして、まあ、あの女の人は買い物が上手な人が多いです。あのちゃんと値段を比較したりね、よく物を見比べたり、あのあまりこう恥ずかしさとかなくね、その納得したものをちゃんと自分で調べて、あの断るときは断りますしね、あのなので購入するのが非常にうまい。片やの男性はというと、もう買い物に出かける時点でね、買うものが決まっている人が多数で、まあ、だから買い物早いんですよね。店に行く、お目当てのものを見つける、購入という感じでね。まあ、事前に結構下調べもしてる人が多いですよね。なのでまあ、ここはね、全然構わないんです。この買い方で。家電製品とかならね、せいぜいこのレベルの買い方で構いません。だけども、これは車とかね、家とか、不動産とかになると話は別ですね。まあ、車。まあ、やっぱりそこそこの価格なものなのとか、あの、高いものなのでね。やっぱり上手に買い物したいじゃないですか。このラジオをね、聞いてくださってる方は、まあ、車がね、好きな方が多いと思うんですけど、車選びにね、失敗してほしくないんですよ、私。ほんとそれだけ。とにかくね、失敗してほしくない。その思いだけでお話を続けてまいりますけども、そもそも上手な買い物って何でしょう？まあ、それは、あの、いっぱい売り物、商品をたくさん見る人。1台しか車を見ないで買うのと、10台見て買った人では、どちらがね、良い買い物ができる確率が高いでしょうかと。10台見た人と100台見た人、どちらの方が目利き力、良いものを嗅ぎ分ける能力っていうのは高いでしょうかと。まあ、こういうことを考えるとね、見てきた台数が多ければ多いほど、良いものを変える能力っていうのは高くなります。これはわかりますよね。あの、たくさん試乗すればするだけ、自分の中の引き出しが増えますよね。自分の好みもわかりますし、あ、この値段で、こんな乗り心地が手に入るんだと。この値段で、この程度の乗り心地だったら満足だなとか、いや不満だなとか、あの自分の中でちゃんと判断できる判断材料が増えるんですね。なので、あの自分が納得するのにね、こう大切な要素がこういっぱい見たり乗ったりすることで芽生えてくるんですね。これをね、いざ車買うぞと。あの車なんてね、買う日はいきなりやってくるんですよ。買いたい衝動ね。もうね、今買わなきゃ。今逃したらない。こんなチャンスはない。こういうね、衝動が突然やってくるんですよ。あのまあ、これ衝動というのは一過性のものなので、できれば衝動が収まってから買った方が良いのですが、車をね、いざ買う時になって、そこから初めて、いろんな店舗を回ったりね、試乗したりとかで、ね、まあ、動き出すとね、もうね、時間がかかるしね、まあ、週末は毎回潰れるしね、なかなか手に、なんか 見たいんだけど、早く決めたり焦るしでね、いいこと一切ないですよ。これね、焦れば焦るほどね、こういう時に、見れば見るだけ選択肢増やしちゃうとね、余計にね、決めれなくなっちゃうんですよ。たくさん見た方が絶対にいいんだけども、買い物に焦っちゃってるとね、もう早く決めたいのね。もう決めてスッキリしたくなるわけ。まあ、こうなるとやばいですよ。もう買い物にね、失敗しやすくなりますね。なので、そんなに車の購入にね、焦ってない時、めっちゃそういう時で時間をかけて車を吟味しましょうよ。たくさんディーラーやね、中古車販売店に行って話聞いたり見てきましょうよ。中にはね、あの、冷やかしの客だと言ってね、邪険な態度をしてくるお店もありますよ。ね、腹立ちますよね。まあ、だからディーラーは嫌いだとかね、車屋さんに行くのは横柄な態度をしてくるから嫌だと、見に行きたくない、そういう気持ちわかります。私もね、正直そういうことに何度も目にあってます。そういう目にでもね、もうそんなのどうでもいい。ディーラーから邪険な態度されたら、そんなのマジラッキーですよ。そんな店で買わなきゃいいだけだから。買う時にこの店では絶対買わない、それだけはっきり分かったら、もうすごい儲け物。お前からは買わないんだと。買う側からね、これがめちゃくちゃ大切な情報なんですよ。焦って買おうとしている時には見えない真の姿がそういう時に見えてくるわけです。そしてね、この邪険な態度がさらにおまけをもたらしてくれる。そういう態度を見てね、
クソーっていうね、反骨精神が強烈にね、スパイスかかってくるんですよ。なんだかんだね、そういうわけで、まあ、仕事頑張ってやろうとかね、ああ、わかった、そんな邪気な態度するんだな、絶対買ってやるぞ、この野郎ってね、そういうね、こう、やる気をね、覚醒させてくれるね、そんなおまけまでついてくることもあるのでね、そういうのでね、こういうね、ちょっとね、邪気な態度とかっていうのは、うまくね、エネルギーに変えるといいかもしれないですね。でね、こちらがその情報収集のためだけにディーラーに行ったりね、中古車さんに見に行くわけですけども、今すぐね買うわけではないけども、いずれどこかで買う日が来るわけですよ。もう金輪際で、私の人生あと何年残ってるか分かんないけど、私の人生において今乗ってる車がもう最後の買い物ですと。なので私は残りの人生で絶対に一度も車を買いませんとか、僕の人生はまだこれからまだ車も乗る予定もないし、もう車の購入はしませんっていうね、はっきり断言できる人っていないと思うんですね。いつか車を買う日が来るわけですよ。そういう我々はね、お店からすると見込み客なんですね。見込み客、この見込み客をちゃんと大切にする会社、営業マン、これはね一流ですよ。見込み客を買うところまで育てていく、それができることが本当にね一番優秀な営業マンなんですね。これをいかに販売につなげるかっていうのが、物を売るサービス業の基本なんですよ。基本はこの見込み客なんですよね。でお店に行った時に、今すぐには買う予定はないんですけども、見て行ってもいいですかってね、これを素直に言おう。そしたらね、自分の立場明確になりますし、相手にも伝えたらね、先方も楽ですよ。そしたらですね、こういうこと言ったらね、もちろんですと、どうぞ見ていってくださいってね、親切にね、説明してくださったり、きちんと対応してくださるね、営業マンの方、いる。このね、いるんだ、こういう人が。こんな接客されたらね、買うときね、この方から買いたいですよ。これがいいんですよ。車を買うという行為の中にね、自分が好きな車を買えるプラス、自分が応援したくなる、大好きな方から車を買える、こんな嬉しいことはないですよ。これ一生ものですね。これがいいんですね。これなんですよね。だからこそ車購入に焦っていない今こそ、落ち着いてたくさん車屋さんにね、足を運んで見に行けばいいんですよ。恥ずかしいな、行きづらいな、気まずくなるかも、わかります、すごくよくわかる。だけどね、最初の 1,2 件はぎこちないかもしれないけどね、でもこれをね10件ぐらい行くとね、慣れる、経験値増えますね。これやってるとね、車選びでまず失敗しないですよ。車ってそのある程度金額支払ってね、買うものなんだから、じっくり考えるのがね、そもそも当たり前。だってね、豚肉 100g 買うのにね、その辺に並べられてるこうスーパーでね、その辺のこう周りのお肉たちと比較するじゃないですか、手に取って。値段比較して、これ色がそうだなとか、脂身がちょっと多いなと。で、あんなのたかが数百円ですよ、数百円。それぐらい比較するのにね、数百円で比較するのに、なんで100万円単位の車をね、そんなにしないの、比較しないのって、見比べてね、手に取ってね、それを車でもしましょうよって。私最近ね、よくね、不動産の物件を見に行くんですよ。不動産ですよ。もう物は何千万しますよね。で、まあ、数千万とか億単位も当たり前の世界、不動産って。で、売り手側もね、すぐに売れるなんて思ってない。こっちだってね、まあ、じゃあこれ買いますなんて、ね、すぐに言えないですよ。銀行の融資との金前もありますし、金利がいくらでね、引き出せるか、で、物件これだったら収益上げられるかってね、シミュレーションを繰り返し繰り返しやって、じゃあこのパターンだったらやっと買えるっていう決断になるので、すぐにね、買うことなんてできないんですよ。だけど、いっぱい見ない限り、いいものって出会えない。だからこそ、これをね、続けてやっていくんですよね。で、車も同じですよ。たくさん見よう。とにかく、どっかね、こう、ドライブ行った時に、フラッとね、こう、道路脇に自分の好きな車が売られてたら、中古車さんがあったらね、フラッと入ろう。そして、自分の好きな車両が売ってたので、見えたので、ちょっと見てていいですかって、立ち寄りましたって、見せていただけますかって、これを。そうしたらね、ちょっとしたドライブもメリハリになる。ね、ドライブしたついでに、車も見てこれちゃったって、こうね、すごくメリハリがあって、いいドライブになりますね。で、このたくさん車を見てるうちに、この知らないうちに、ね、目利き力が上がってきますと。視力が上がりますよ。いい営業マンと知り合いになれる。この人がいいって言うなら買おうじゃないかという後押しさえついてきますと。そういうわけでね、もうね、買い物に行くしかありませんよと。行動しないと何の結果もついてきません。この場合は、良い車や営業マンと出会う、良い車を買えるっていう結果ですね。で、たくさん見ましょう。そして視力を上げましょう。気まずいとかね、恥ずかしいとかね、そんなの、ね、単なる自意識過剰です。他人にはね、そんなに自分のことなんて見てませんし、どうとも思ってません。気になるという方、それはね、ナルシストですよ。ナルシスト。ね、強くなりましょう。たくさん恥かいてもいいじゃないですか。いい車、ね、いい買い物できたらね、そんなの安い投資ですよ。いい車に出会えて、かつ人としてもね、強くなれて、交渉力を身につけられたらね、そんなのマジ最高です。一生の宝。もう怖いものなくなりますよ。
皆さん、年取るとね、成長するもんだと思うかもしれませんが、それ全くの事実無根。年取っても成長してない方はたくさんいます。頭がいいとかね、悪いとかそういうんじゃなくて、この人今まで何学んできたのっていう人はね、意外と多いですね、年取ってもね。まあ、ナルシストすぎて学ぶ機会をね、逃してきちゃったんでしょうね。学ぶにはね、失敗や恥っていうのがある程度は必要なのかもしれませんが、積極的に、ね、失敗しろとは思いません。失敗や恥をね、書くことを恐れて行動を避け続けると、学ぶ機会は間違いなく減ってきますね。その年を取るほどね、失敗とか恥って書きたくなくなりますからね。そうするとね、いろんなことを勉強する機会を避けちゃってね、そうすると最後に大きな失敗返しが返ってきますと。たかが車選びですけども、ここまで話を広げるのは広げすぎと思われるかもしれませんが、たかが車選びでもね、ここまで差が出ますと。たくさん車を見て、触って、できれば乗って、そしたら車選びで失敗はないですよ。ちゃんと自分の視力が上がって、いい車と出会えます。なので、ぜひ皆さんもね、いっぱいたくさん車見て、いい車に出会ってほしいなと本当に思います。車選びでね、本当に皆さんには絶対失敗してほしくない。いい車に出会ってほしいなと思いますので、そういう車に出会えること、本当に心の底から願っております。というわけで、本日は買い物に出かけようのお話でした。はい、それではエンディングになります。私のこのクルーズソフトチャンネルなんですけれども、なんとですね、 YouTube 上にですね、まあ、全く全てね、動画をコピー転載されまして、まあ、同一のね、チャンネルが作られているという、まあ、知らせてくださった方いまして、まあ、実際見てみますとね、本当にね、私の制作した動画がずらーっと並んでるわけですよ。もうほとんど全てね、タイトルはね、結構はちゃめちゃで、例えばセレナの動画なんだけども、ボクシーって書かれたりとかするんですけども、もう中身もね、サムネイルも全部ボクロなんですよ。で、まあ、模倣サイトが出来上がってましたと。まあ、すごくね、これには驚きましたね。話にはね、聞いてました。こういうコピー商材っていうのかな。YouTube で儲けられますよ、みたいなね。で、商材配ってコピーサイト作って収益上げるみたいなのがあるっていうのは知ってたんですけども、まさか自分がね、標的にされると思ってなかったので、まあ、本当にこんなことする人いるんだなっていう、まあ、驚きと、まあ、やめてほしいなって思いもありましたので、まあ、YouTube 側にはね、報告入れましたと。まあ、そのコピーチャンネルはね、やめてほしいなと思いつつも、まあ、そういう詐欺的行為の標的に選ばれたっていうことは、まあ、少しはね、その、お金になれそうなサイトだなと、お金になれそうなチャンネルだなっていうふうに見えたと思うので、まあ、それはまあ嬉しかったですね。そこそこっていうか、ほどほどにこう、徐々に、知名度も上がってきたのかなっていうので嬉しかったんですけども、またこういう、ね、コピーサイトがあったらね、ぜひ教えていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。月末はゴールデンウィークがありますので、連休前にね、解説動画公開する予定です。ぜひ楽しみにしていてください。ちょっと懐かしめの車ですね。ビップカー公開予定です。さらりとね、終わらせるはずが、結構踏み込んでしまって、かなり超大作になってしまったので、そちらね、公開したいと思っております。今週も聞いてくださいまして、ありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。